ゲームキッズは、渡辺康二の小説シリーズ。1999年のゲームキッズ、2000年のゲームキッズ、2999年のゲームキッズ、2013年のゲームキッズ、令和元年のゲームキッズの5シリーズが存在する。また、2999年のゲームキッズは、同名のプレイステーション用ゲームソフトが存在する。エンターブレインの ファミコン通信にて1993年から1995年にかけて1999年のゲームキッズが連載され、同作の終了後は2000年のゲームキッズ、2999年のゲームキッズが続けて連載された。いずれの作品も連作オムニバス小説の形式で描かれており、共通の登場人物などは基本的に存在しない。 1999年のゲームキッズは作品が連載されていた90年代当時に注目されていた携帯電話やインターネットなどデジタル、科学技術を題材にしており2000年のゲームキッズ、2999年のゲームキッズ、2013年のゲームキッズも基本的には同様のスタンスで執筆されている2011年5月20日正解者が運営する ウェブサイト最前線にてゲームキッズが復活及びに過去のゲームキッズシリーズが星会社から発行されることが発表された。それぞれ上下間の文庫になり前作リライトされ結末が変わったものもある。2012年10月街遊びボリューム9星会社パラソルショップにて書き下ろし街遊びのゲームキッズを発表。同年11月7日 最前線上で2013年のゲームキッズの週刊連載が開始され、その第1回、謎と旅する女がツイッター等で話題になり、星会社のサーバーがダウンした。第2回以降は、ニコニコ生放送の星会社はフィーチャリング2013年のゲームキッズにて、新人女性声優による朗読会が行われている。渡辺康二の名作。 ゲームキッズが復活。ファウスト最新号の観光も発表ニコニコニュース。星会、社1周年記念特別トークセッション。行くぜ。星会、社2011.5、20中のブロードウェイ系カフェ最前線。隠し玉、街遊びのゲームキッズ最前線。フィクションコミックウェブエンターテイメント。2013年の、ゲームキッズが、ちょっとすごいことになってきた最前線。 フィクションコミックウェブエンターテイメント最前線サイトが繋がりにくくなった理由たげたハット2013年のゲームキッズの今後について最前線フィクションコミックウェブエンターテイメント速報星会社はフィーチャリング2013年のゲームキッズ続行決定追加の3回は中村桜山本綾乃、そして野戸まみ子最前線フィクションコミックウェブエンターテイメント ありがとうございます。